新成人の皆様に出身中学校と名前教えてください。イスルギ中学校で、杉谷ひとみです。神田中学校で岡本翔子です。イスルギ中学校で村西しおりです。それでは新成人の皆様に聞きます。親部の好きなところを一つ教えてください。空気がきれいなところです。人が優しいところです。人がとても優しいところです。それでは皆様から今まで育てていただいたご両親の方へメッセージをお願いします。今まで育ててくれてありがとうございました。本当に感謝しています。ありがとうございました。今まで育ててくれてありがとうございます。これからもまだまだ迷惑かけると思いますがよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日は本当に成人式おめでとうございました。で、まず本日は成人おめでとうございます。ではまずはじめに出身中学校とお名前教えてください。イスルギ中学校出身の新井千尋です。イスルギ中学校出身の山本彩子です。それでは皆さんが新成人になったので夢を一つお願いいたします。夢って何？しっかりした大人になれるように頑張りたいです。はい、自分の将来の夢の美容師になるってことをちゃんと叶えたいと思います。それでは今まで育てていただいたご両親の皆様に一言カメラに向かってお願いいたします。20年間しっかり育てていただいてありがとうございます。これからもお世話をおかけしますがよろしくお願いします。今までたくさん迷惑かけましたが20歳になってこれからはちゃんと自立して頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日はい、それでは皆様に20歳、まず出身中学校とお名前お伺いしてよろしいですか。はい、神田中学校の坂田です。はい、神田中学校の山下です。イスルギ中学校船本愛です。イスルギ中学校の山時です。それでは新成人を迎えて皆様の夢を一つお願いいたします。総理になりたいです。はい、車の免許を取りたいです。自立、ちゃんと自立することです。小説家になりたいです。おお、それでは今まで育てていただいたご家族の方に一言お願いいたします。両親のもとに産んでくれてありがとうございました。ちょっと地元に帰れそうにないですけど名古屋で頑張ります。20年間いろいろありましたが支えてくださってありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、これからも迷惑をかけるかもしれませんが頑張るのでよろしくお願いします。はい、本日はおめでとうございます。ありがとうございます。はい、新成人20歳を迎えて、はい、まずは出身中学校とお名前を教えてください。イスルギ中学校沢田静香です。はい、大谷中学校の野原ひとみです。はい、それでは新成人になった皆様から見た親部市で一番好きなところはどこですか。空気とかな、山とかね。メルギュ。メルギュ。空気が綺麗なところです。はい、ありがとうございます。それでは最後に今まで育てていただいたご家族の皆様にカメラに向かって一言お願いいたします。本当にありがとうございます。以上で、今までありがとうございました。今年は恩返しをしたいです。はい、はい、恩返しをされるそうです。お母様お父様ぜひ期待をしてください。本日は本当におめでとうございました。神田中学校の須田エリナです。はい、神田中学校の坂田彩です。はい、の好きなところ何かありますか。親部の好きなところはやっぱり白川のコロッケです。親部の好きなところを教えてください。とても自然が豊かなところです。それでは新成人本日を迎えるにあたって今までここまで育てていただいたご家族の方に一言お願いいたします。感謝しかないですね。いつも励ましてくれてありがとうございます。春から親部市で保育士として働くのでまた見守っていてください。はい、ありがとうございます。どうも本日は成人おめでとうございます。
それでは出身中学校とお名前教えてください。神田中学校出身で、浅地大輔です。はい。神田中学校出身、西永和孝です。はい、同じく徳田隆二です。それでは新成人の皆様のから見た小矢部市の好きなところを教えてください。あ、ホッケーが盛んなところです。とりあえずゆったりしてるところです、はい、いやメルヘンがいいと思います、はい、それでは最後にカメラに向かって今まで育てていただいたご家族の皆様へ一言お願いします。まあこれからも頑張るんでお願いします。はい、ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。これからも頑張るのでまたよろしくお願いします。はい、皆さん立派な新成人となりましたのでこれから頑張ってください。で、20歳の夢を教えてください。20歳というよりも、これから私は看護師を目指しているので看護師になっていろんな人の命を助けていける大人になりたいです。責任感のある大人になりたいです。はい、それでは最後にここまで育てていただいたご家族の皆様に一言お願い、カメラに向かってお願いします。今までありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。あ、こんな晴れ舞台に出させていただいてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それでは本日は本当に成人式おめでとうございました。立派な大人になってください。はい、新成人になったのでやってみたいことありますか？海外旅行に行きたいです。幸せに暮らしたいです。それは親部でですか？まあそれはよく考慮します。なるべく親部に来てください、地元に。はい。それではここまで育てていただいたご家族皆様にカメラに向かって一言お願いします。20年間ありがとうございました。頑張ります。はい、はい、20年間ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。本日は本当に成人おめでとうございます。これ YouTube です。インタビュー、インタビュー、インタビューじゃだいぶ30秒だけやから。本日は成人式おめでとうございます。まずは出身中学校とお名前を教えてください。イスルギ中学校出身の柿崎優子です。イスルギ中学校出身片田千尋です。はい、それでは新成人になったので親部の好きなところを教えてください。メルヘンの建物がいっぱいあるところです。はい、クロスランドタワーです。はい、それでは最後に今まで育てていただいたご家族の方へカメラに向かって一言お願いします。いっぱい苦労かけましたが本当にありがとうございました。無事成人するまでいろいろお世話になってあどうもありがとうございました。はい、本日は本当に新成人おめでとう。はい、新成人になった皆様に新成人になったからこそ夢、これからの夢をお願いします。海外とかいろんな分野で役立つ人材になりたいと思います。ありがとうございます。そんな大きい人間にはならなくていいんです。挨拶ができて親に感謝できる人間、そんな人間になりたいです。素晴らしい、素晴らしい。タバコ吸います。何言ってんの。自分の夢に向かって頑張ります。はい、ありがとうございます。それでは最後にカメラに向かって今まで育てていただいたご両親の方、ご家族の方へ一言お願いいたします。20年間丁寧に育てていただいて本当に感謝してます。ありがとうございました。あなたよりもお酒飲めますから。今までありがとうございました。いろいろあったけどこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今年も成人式、無事収録できました。皆さんのおかげです。どんな風になるか楽しみですね。はい、じゃあ今日はどうもご苦労様でした。お疲れ様。看板ができました。この看板、メルヘン玉手箱、ぜひ、みんなで楽しんで、見てほしいなと思います。はい、じゃあこれで終わります。